市内の小学校を紹介するコーナー、僕の私の学校自慢小学校編。今回は市立西ヶ丘小学校と市立立陽小学校を紹介します。皆さん、こんにちは。こんにちは。私たちは西ヶ丘小学校の児童会役員です。会長の明星久也です。副会長の長谷川圭です。同じく副会長の吉川凛です。初期の宮沢ピュアです。初期の斉藤優衣です。西ヶ丘小学校の自慢を紹介します。一つ目の自慢は、西ヶ丘小学校は高台にあり、とても綺麗な景色を眺めることができることです。校舎の3階からは伊勢湾や津の町が一望できます。また学校の周りはすごく静かで、落ち着いて学習することもできます。2つ目の自慢は児童会活動です。特に児童会が計画する全校集会です。西ヶ丘小学校に関係するクイズを出したり、お世話になっている人にお礼を言ったりする集会をしています。みんなが守らなければならないことをみんなに楽しく考えてもらおうと工夫して呼びかけたりもしています。私たち役員は児童会だよりの輝き西ヶ丘を一枚一枚色を塗って、全校のみんなに楽しく読んでもらえるように頑張っています。3つ目の自慢は、全校で全員が参加する挨拶運動に取り組んでいることです。1年間を通して各クラスが1週間ずつ分担して取り組んでいます。毎朝どこかのクラスの人たちがもっと明るく楽しい学校を作ろうと、玄関で大きな声で挨拶を呼びかけています。4つ目の自慢は、トボラさんという図書館ボランティアの方がいらっしゃり、いつもお話の会を開いてくれたり、また本の整理や修理、チェックなどをして私たちが本を読みやすい環境を作ってくれています。またトボラマンというキャラクターを作って、私たちが本に親しみやすいようにしてくれています。トボラさんのおかげで西ヶ丘小学校には読書が好きな子がたくさんいます。5つ目の自慢は、毎年5年生が食と緑、水を守る会の方の呼びかけで、アフリカのマリ共和国へ支援米を送るために地域の方の田を借り、米作りに挑戦していることです。自分たちで作ったお米がマリ共和国の人たちに喜んで食べてもらっていることを嬉しく思います。ここで校長先生からの学校紹介です。米川校長先生。皆さん、こんにちは。児童会役員の子どもたちが本校のことをいくつかご紹介をしました。私からは本校の概要を紹介させていただきます。本校は昭和50年4月に開校した比較的新しい学校です。津駅の西側に位置する地域の住宅団地開発に伴って児童数が増加したことと、地域の皆様の教育に寄せられるたくさんの熱意により開校した学校です。現在児童数は865人となり、津市で最も児童数が多い学校となりました。本校の教育目標は、心優しく想像力豊かな子の育成としています。この目標に迫るために、私たちは良き受信なくして良き発信なしという姿勢を大切にしています。その良き受信の一つとして、3つのミルを大切にしています。3つのミルとは、子どもの良さを見る、子どもの変化を見る、子ども同士のつながりを見るということです。子どもたち一人一人をしっかりと見ること、知ること、分かることで、適切な支援や関わりという良き発信、つまり良き教育につながると考えています。校長先生による学校紹介でした。最後に全校児童で校歌を歌います。光り輝く水の海、
通う立陽小学校は全校児童が600名の学校です。学校の周りには田んぼがたくさんあり、稲がどんどん成長しています。学校のすぐ近くには庄司庵公園もあります。皆さんこんにちは、立陽小学校児童会です。児童会会長の6年宮本並樹です。副会長の6年林瑞希です。5年北岡夏穂です。初期の6年堀川春日です。6年小瀬子義親です。5年広瀬七香です。立陽小学校は環境委員会でクルリンペーパーに取り組んでいます。クルリンペーパーとはお菓子の箱などを集め、それをトイレットペーパーに変えてもらうリサイクル活動です。お家の人も協力してくれるので、たくさんの箱が集まっています。立陽小学校ではアスナロ運動に取り組んでいます。アスナロのアは挨拶をする、スはトイレのスリッパを揃える、ナは名札をつける、ロは廊下を走らないを表しています。生活委員会や児童会を中心に学校生活を良くするために活動しています。朝から元気に挨拶ができるように、生活委員会と児童会は校門で挨拶をしています。今一番気をつけているのは廊下の歩き方です。安全に生活できるように、これからもみんなで守っていきたいです。立陽小学校はみんな仲がいいです。運動場が狭いので、人気のあるサッカーボールができる日は曜日が決まっています。みんなでルールを守ることができているので、楽しく遊ぶことができています。また他にもドッジボールや鉄棒、鬼ごっこなどいろいろな遊びをしています。学年が違う子同士でも遊んでいます。これからもみんなで仲良くしていきたいです。また児童会では集会の計画や司会もしています。6月の児童集会では委員会の発表と丸バツクイズをしました。次の集会もみんなでアイデアを出し合って計画していきたいです。立陽小学校のみんなが協力して元気で明るく過ごせるように、これからも頑張っていきます。皆さんこんにちは。立陽小学校は校門の前にそびえ立つ大きな楠の木が象徴しますように、今年で創立140周年を迎える歴史と伝統のある学校です。本校の学校教育目標は、自分で仲間とふるさとから夢豊かに学ぶ立陽っ子です。それを風車の三枚羽に例え、学習力、心身力、人権力、地域力、安全力、組織力の6つの力の風を風車に送って力強く回すことで、立陽っ子がそれぞれの夢に向かってみんなで伸びていくような学校を目指しています。校区はとても広く、毎朝朝早く家を出て長い道のりを元気よく登校してくる児童がたくさんいます。毎日の児童の安全安心な登校、地域での生活をアンアンパトと呼んでいる立陽安全安心パトロールの会の方に支援していただいています。今年は73名の方がご登録いただいて、朝の登校指導や挨拶の声かけをしていただいています。アンアンパトの他にも学習や行事での支援、図書館ボランティアとしての支援など、地域の方々が児童の健やかな成長を願って学校を支えていてくださいます。そんな地域の温かい思いの中で過ごしているのが立陽っ子です。